さあ、ともにもう一段二段と成長の階段を上りたいこのシーズンとなります。今日の開幕戦を勝って幸先のいいスタートとなるのはどちらでしょうか。最初のポゼッションは山形。外白戸相手、エクストラパスがジェームズ・ベルに取った、フリー決まりました。中島やや短くなって、さあリバウンド静岡、あ失敗しましたね。ここはイージーショットです。ジョン・ハーラーのダンクです。地元の期待は大きいでしょうね。そうですね、もう少し言えば中学校時代から非常に有名な選手だったようですので、はい、山形の攻撃です。岡島スピードねじ込んだ一発です。ブラントにデメトリオ、いいカットを見せました。ディレイに釣りを狙った、決まった。いいパスは通りました。身長もありますので、はい、リバウンドにも参加できますよね。ここもデメトリオが奪った。そして岡島運ぶ、中島のスリー決まれば大きい、決まった。増田に渡しました。単純なスクリーンプレーに引っかかってしまいましたね、はい、ここはディレイニーです。キャッチャンドスリー短い、セカンドチャンス、岡田のスリーだ、決まった。オフェンスファウルということで、そうですそうです、スローインです。岡田がいった、同点だ、追いついた静岡。どちらのチームが先に得点を取るかですね、重要なポイントですね。静岡は陣ヶ丘、橋本、あいいですね、橋本がスリーを決めました。今の村上選手のプレーがきっかけになればいいんですけどね、はい、増田外のディレイニーのスリー決まった、ここで来た、外ディレイニーが取ります。バックカット、橋本決めた。増田リバウンドは山形、中島取った、走る村上スリーで決めた、またも決めた、セカンドチャンスです。斉藤のスリーポイント持ちました。リバウンドを取ったのは静岡です。森ヘッドコーチは固く拳を握りました。